ではナスの種まきをします。ナスの種まきもトマトと同じで、これがナスの種です。大体指の指で少し溝を作ってあげて種を入れていきます。基本的に一粒巻きですけど、二粒巻いても問題ないです。どっちとも発芽した時に片方だけ間引きしてあげたら大丈夫なので、保険をかけるという意味で二粒巻きでも大丈夫です。